岩手県南部の伝統校、一関一校は、1898年、明治31年に、岩手県一関尋常中学校として創立されました。昭和の時代には、観光と呼ばれていました。今では関一と呼ばれることも多いようです。野球部は1901年、明治34年に創部されました。甲子園には、春2回、夏4回出場しています。通算成績は1勝5敗ですが、この1勝は前年優勝校を破ったもので、初めてディフェンディングチャンピオンを破ったものでした。つまり前年の優勝校を破った初めての学校となったのです。そして岩手県勢の初勝利でもありました。甲子園春と夏通算出場回数が6回で、優勝経験がないのに5敗なのは、米騒動で中止となった第4回夏の全国大会に出場が決まっていたためです。甲子園に初めて出場したのは1916年、大正5年の第2回夏の全国大会で、岩手県勢としても初の甲子園出場でした。この大会の初戦で京都二中を相手に、甲子園における史上初めてのスクイズを成功させています。また東北の学校としては初めて選抜大会に出場しました。昭和30年春のことです。一関一校といえば、大正、昭和、平成の3つの時代で甲子園出場という輝かしい戦績を残しています。応援の際のレオの旗は今でも使っているのでしょうか。伝統ある一関一校の甲子園復活に期待したいです。